ほんまに風間の親父がそう言ったんか。ああ、うん。一体何が目的なんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした、まだ痛むのか。いえ。兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今まだあの A の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って、サキや朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか。はい。どうした。何、白鵬会の会長が。おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは。ああ、すみません。実は今回のゴタゴタ、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。澄ました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おぐれ。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。しゃがしゃボケ、おのれがチンタラしとるから。キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ、別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩吹っかけるようなことするからこんなことになるんです。はぁ、おのれみたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃぐらぁ。らぁらぁらぁ。おい峰、おのれんとこの兵隊と金うちに回せ。それで俺がキリュウの首取ったら、そうなったら俺が七代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやこら。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。それがどないして。おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない。
その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと、成り上がりの分際で、うわの、あなたに一つ言ってなかったことがあります。私こう見えても結構強いんですよ。みねえ、あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんにギリ通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おい、見ねえ、おい、見ねえ、見ねえ。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに東城会の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか。ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ。ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた東城会にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか。どういう意味ですか。内輪の落とし前、大吾がそんなつけ方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大吾さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任あなたにもあるんじゃないですか。大吾さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大吾さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前。つまり私の行動の全ては東城会の未来のためにあるということです。大吾さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。
どうして大吾さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。ミネ、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。そうだな。キリュウ。ああ。それじゃな。ほな。あの、兄貴。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 
早いっす。置いてかないで。お願いします。はっ、おお、どうぞ。はっ、はい、お願いします。はっ、はい、あれ、えい、え、なに、はぁ、うん、え、え、うお、え、え、なにこれ、どうしたの。典型が違うな。兄貴、
どうぞ。はっ、はい、お願いします。はっ、はい、あれ、えい、え、なに、え、え、え、なにこれ、どうしたの。ひらめいた。典型が来た。兄貴、ええ、桐生一馬だな。そうだ、あんたは。大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ、1年前にあんたの秘書の東馬から聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東条会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたから、リゾート開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか。そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろう。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと。いや、ミレニアムタワー前に迎えをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだ。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。
キリュウ。思っていたより若いな。そっちは？京浜新聞社の伊達だ。鈴木と東条会の癒着を追っていた。ふん、あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるか？いや。お前、沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている？ああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。 なんだと？あんた何を言ってるんだ？あのリゾートがなければあんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか？そうだな。だがそれはもういいんだ。もういい？なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？聞かせてくれ。沖縄の基地拡大とリゾート開発、その全てについて。うん。俺もお前たちに頼みたいことがある。
何を聞きたいんだ。あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだ。うん、俺の本当の狙い、それは世界で暗躍する組織の正体を暴き、その組織を潰すことだ。利権絡みのマフィアか何かか。そんな簡単なもんじゃない。俺が追いかけているのは通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だ。ブラックマンデー？それってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか。さすがは分野だ、よく知ってるな。1987年、あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団、通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだと？どういうことだ。知っての通り、基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では超単位の金が動いている。設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値。日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶、沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に。日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだと、一応世界的にはそういうことになっている。一応だと？ああそうだ、そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ。世界最新の兵器開発、それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさかその欲しがってる奴ってのがブラックマンデー？その通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術。奴らが指を加えたまま見ているはずがない。新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか。沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデーってやつを誘い出すためのダミーだったと。ダミーとはいえ俺は本気で法案を通す形が必要だった。そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し、やつに利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だがあんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ、ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。じゃああんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことか。そんなものは小っ端の政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。だがアメリカも関わるほどの大掛かりな作戦、あんた一人で実行できるもんじゃねえだろ。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。他に聞きたいことはあるか。
大吾を撃った犯人を知らないか。それは俺にもわからん。そうか。あの風間に似てるって男のことか。素性も目的もさっぱりだからな。ああ、待て、風間だと？そいつが堂島大吾を撃ったのか。何か知っているのか。俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが、教えてくれ。あんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ。風間ジョージ、お前のいた東条会の元幹部、風間組組長風間慎太郎の実の弟だ。おやっさんに弟が？知らなかったのか。ああ、そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはり？ああ、両親を早くに失った風間にとって弟ジョージは血を分けたただ一人の兄弟、何者にも代え難い存在だったからな。風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら桐生には話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ、あの兄弟は。どういうことだ。あの二人は決して交わることのない道に進んだからな。まさか風間の弟の職業って。警察だ。元警察庁長官官房国際部国際課、今の外事課の刑事だった。それってエリート中のエリートじゃないか。エリートか。まあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ、同じ釜の飯を食い日本という国の未来を共に案じた人間が、片やこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかくらい、片やアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだ、あんたもしかして。ジョージと俺は警察庁の同期、唯一無二の親友だ。何？あんたと風間の弟は？今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと？一体どういうことだ？俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあ、おやっさんの弟が大吾を撃ったというのも計画のためだったというのか。おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ？今も警察の下で動いてるのか？違う。あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ今は何を？あいつはアメリカの CIA、アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。他に聞きたいことはあるか？あんたの頼みたいことってのは何なんだ。二人の男を救ってやってほしい。誰なんだそいつらは。一人は俺の秘書だった男、トーマ。秘書だったってなんで過去形なんだ。トーマは2週間前勝手に俺の秘書を辞めたよ。どうしてだ。トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ。
極道だよ。何？東条会直系白鵬会会長峰義高だ。峰が？おい、それどういうことなんだ。こうなった以上、東馬から峰に秘密が漏れる危険が高い。その前にあいつは東馬の口を封じようと動くはずだ。あいつ？それがあんたの言うもう一人の男か？そうだ。そうならないようあんたに止めてほしいんだ。その男とは？風間ジョージだ。他に聞きたいことはあるか？風間のおやっさんの実の弟、その男が CIA の諜報員として日本で活動していると。例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている。俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだ。じゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り、今はアメリカのために活動していると。ああ。だがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ。やはり大吾や中原といった人間を撃ったのはおやっさんの弟なのか？わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなこと？今回の一件、 CIA の諜報員への命令は1、沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。2、そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること。排除だ？その任務のために土地買収を断った人間を撃ったと。ああ。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさかあの黒スーツの男たち？そう、お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ。おやっさんの弟はどうして、どうして日本人なのにそこまでして？ジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全て？お前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東条会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった。能力があれば国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を手に入れたんだ。だから CIA のためならばどんなことでもやると。他に聞きたいことはあるか？トーマが基
地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があの峰だというのか。そうだ。その話はおかしいな。死んだ柏木の話によればリゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間、それに風間とつながってる東上会の組織ってことになるはずだ。うん。だが事実はそうではない。そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来リゾート開発の土地買収は行われていなかった。なんだと？じゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ？基地拡大法案を進めるためだ。リゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまう。そうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない。だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い土地の買収を推し進めようとしたんだ。東上会を使ってか。ああ、 CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い土地買収の協力を持ちかけた。だが大吾は土地の買収を断った。だから撃たれたのか。そういうことだ。そして東馬は峰にリゾートの土地買収の話を持ちかけた。東馬はリゾートの利権その全てを峰に渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと？そんなことして東馬に何のメリットがあるんだ？東馬という名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな。ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、東馬は沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこで東馬は沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。東馬の目的は最初から沖縄の発展しかない。あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも基地拡大まで共倒れにならないよう俺を東上会の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくてリゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあ東馬は堂島大吾とあんたを引き合わせた時に東上会の連中峰とも知り合ったというのか？だが奴は1年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていった。東馬と峰は互いの利害が一致して手を組んだんだ。なるほどな。だがあれだけ6代目に忠実だった峰が東上会を裏切ろうとしていたとはな。峰という男はよくわからん。今回の一連の騒動で東上会の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。沖縄のリゾート計画を続行する東馬と峰、それに CIA とあんたの目的、ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか？そうだ、東馬を守ってやってほしい。どうして CIA は東馬を殺す必要があるんだ？奴は知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。
じゃあ CIA はそのことを封印するために。ああ、俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？このおっさん、食えない奴だが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？わかった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやすさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか？あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに？沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。ん？何かあったのか？鈴木の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする、キリュウ？行くしかないんだろうな。そうなんだろう？ああ、そうだ。行くしかない。あの SP とやらどこまでやっていいんだ？あの SP はあくまで鈴木の私兵。好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ？あんた興味ないって言っていたが、政治家ってのは皆総理大臣になりたいもんなんじゃないのか？じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか？トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか？確かにな。よし、行くか。ああ。これすげえ数だぜ。伊達さん、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。何だと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ、もし俺が捕まったら真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。キリュウ、頼んだぞ。
つい。こんな夜遅くまでどこ行ってたんだ。友達とみんなで野球してた。なんだ、そうだったのか。帰りが遅いから心配したんだぞ。それよりおじさん聞いてよ、今日のテスト俺一番だったんだよ。そうか、吉高は頭いいな。うん、みんな僕も混ぜてよ。おめえバットもグローブも持ってねえじゃねえかよ。俺ら貧乏人とは遊べねえんだよ。おじさん、ねえ起きてよ、死なないでよ。したか。おじさん、したか。よく聞くんだ、吉高は頭がいい。たくさん勉強して偉くなりなさい。おじさん、ごめんな、守ってやれなくて。おじさん、誰だ。片瀬です。入れ。失礼します。沖縄行きの飛行機手配いたしました。1時間半後羽田発です。わかった。会長。なんだ。いえ、何でもありません。ただ最近随分ご無理をされておられるのではないかと。
会長にもしものことがあったら私。そんな顔しないでくれ。大丈夫だ。昨日国会議事堂前で起こった一連の騒動に関し、警察の見解では沖縄の基地拡大法案に反対する団体の仕業との見方が強まっています。首謀者の行方は依然としてつかめておらず、引き続き捜索が行われているとのことです。消してくれ。警察は今後、うん、国会議事堂周辺の警備を強化するとともに。
何？勝てると思ってんのか？うりゃひらめいた。天啓が来た。
中原。もう動いても大丈夫なのか。待たせたな、兄弟。おじさん、
のプロレスごっこはマジでやるから嫌なんだよ。まだまだだ。じゃあそろそろ決めるぞ。必殺の、うわー、大地系。お、あわはー、ワン、ツー、スリー、やったー、初めて勝ったぞー。あれ、ねえ太一、ねえ太一、ねえってば。大変だ、おじさん、大地が。
おわおわおわ兄貴。大丈夫か、大地。あれ、なんともないや。
はい。すき焼きか。ケーキがいいな。いいことあったのか。私も少しやりくり上手になったんだ。ごめんください。おじき、ちょっと気になることが。なんだ。今日町で遥ちゃんが男二人と話してたんです。結構親しそうに。でもそいつら一目見て仇じゃねえなって分かる奴らだと思うんで気になっちゃって。今日はごちそうだね。お肉たくさん。いっぱい食べてね。今肩ぶつかっただろが。うぃてめえ仕方してんじゃねえぞ。舐めてんじゃねえぞ。こら。どこで寝てたら風邪ひくぞ。ひらめいた。典型が来た。
ありがとう。え？わかんねえか。やっぱ厳しそうか。そりゃそうっすよ。計算したんすけど、やっぱ相当厳しいみたいっす。急に家賃が上がるなんて聞いてねえからな。それに食費だけでも結構かかるしな。みんな結構食うんだよな。とにかくこれ以上金かかるとやばいっすよ。もう来月の家賃も厳しいくらい。これじゃもうやっていけないっすよ。分かった、行くぞ。でもどうしたら。キリュウの兄貴は何て言ってんすか。兄貴には言ってねえ。心配かけたくねえし。じゃあ俺らで なんとか。バカ、俺ら自体が苦しいのにそんな余裕ねえだろ。そうっすよね。いえ。おじさん。おじさん。ねえ。
あ、え、まあ、
さ。お。
らっしゃいませ。
子姉ちゃん、いつもありがとう。僕からはこれ。ん？これは？ごめんなさい。いつも本当にありがとう。はい、これ。みんな。しばらく彩子ちゃんが休めるようにってみんなで考えたんだよ。最後は俺から。宿題、お手伝い券いらねえ。できねえくせに。彩子に迷惑かけてどうすんだ。なにありがとう、みんなありがとう。おじさん。ありがとう。
あの、あ、沖縄の未来を救ったんだ。すごい。俺が沖縄をでっかくしてやる。お前らみんな俺についてこい。トモちゃんかっこいい。そうさ、よし、今日は飲むぞ。待て、タミヤから聞いた。あんたが中原や大吾を撃った理由、そしてあんたが東馬を殺そうとしていることも。俺を殺す？民は俺にあんたを止めるように頼んできた。たとえ CIA の命令だろうと、こんなことをするのはあんたの本心じゃないはずだ。CIA だって？そうか、先生か。タミヤ先生が俺を殺そうとして。動くな。あんた本気でトーマを殺す気か？桐生一馬だってな、お前も勝って極道に来た男なら親の命令がどれだけのもんか分かるだろう。何？俺にとって CIA は親。殺せと命令されたら、たとえ相手が誰であろうと殺すしかない。一緒に地獄で会おう。逃げろ。どういうつもりだ？俺はトーマを救い出し、あんたも救う。タミヤと約束したんだ。タミヤめ、相変わらず甘い男だ。俺はあんたにこれ以上人を殺してほしくない。
俺は命令に従う。俺を止めたければ分かってるな。ああ、あんたを倒すしかないということだな。さすがは兄貴が見込んだ男だ。物分かりがいいらしい。兄貴と同じ血の通った俺をお前は殴ることができるのか。さあな。だが重要なのは血じゃない。俺とおやっさんは絆でつながってる。その絆しっかり見せてもらおうか。桐生一馬、覚悟。
どうやら俺も年のようだな。あんたが若かったら勝てたかどうかわからんな。俺の負けだ。タミヤの望み通り、そこのボーイのことは忘れよう。そこの？トーマ。キリュウさん、あなた本当に先生に頼まれてここに？ああ。どうして、どうしてタミヤ先生は俺を助けるようなことを？タミヤはお前のことが好きなんだ。俺を？ああ。なんで俺は先生を裏切ってミネを？タミヤにとってお前が裏切ったかどうかは問題じゃない。お前の沖縄を救いたいという熱い思い、タミヤには伝わっていた。タミヤはお前がいい政治家になると言っていたぞ。先生、タミヤ先生、すみません、すみませんでした。